KTS の試乗会ですね、ニューモデル発表会でもありますが、南風自転車展的に、今期の目玉の一つですね、ATV500 をお持ちいただきました。これサンプル車です。これをご紹介いたします。でね、写真なんかでね、言われていることで、おおっていうふうに、一番目を引くところは多分ここだと思います。ここですね、シートチューブがこうねじ曲がるような形で、ここの、クリアランスですね、隙間をと広く取って、泥詰まりとか雪詰まりとか、そういったところをなくしましょうというような、フレームデザインになりました。で、去年のモデルに比べてですね、このリアセンターっていうの、ここの軸間ですね、それが、1センチ伸びた形になるそうです。で、やっぱりそこで、なんかいろいろ詰まってとか、こう、狭いから問題が多いんだというような意見が強かったらしく、リアセンターを伸ばして、で、その泥詰まり云々っていうのをなくして、そして、そうすると、こうね、後輪にかかるトラクションというか、荷重が抜けてしまいやすくなりますので、こういう形で、シートチューブを曲げることで、着座位置は変わらない。重心のかかり方はそのままというようなのを目指してやっているということでした。これはなかなかね、よく考えられた、システムなんではないかなというふうに思っております。あとね、ちょっと厳密にはね、比べてみないとなんですけども、ここのヘッド周りも、ちょっとこのダウンチューブがこう縦に伸びたような感じですね。こう縦に伸びるようなことで、多分こうサスペンションとか、あれのこう相性と、で、縦方向の、剛性感を、目指しているんではないかなというふうに思いますし、ここですね、バッグつけたりするネジ穴も、トップチューブにもありますし、ダウンチューブ、シートチューブにも、備え付けられるようになりました。で、フロントフォークにね、なんかつけたりするネジ穴の方は、どうやらなくなってしまうようなんですけども、フロントフォークそのものは、昨年のモデルよりもちょっと先がちょっと細くなって、よりしなやかに動いてくれるんじゃないかなというふうに、見えております。で、シマノの、新型デオーレの、ね、11速度かな、がついているということです。でですね、これモデルが来てみてね、初めて、分かったことでちょっとびっくりしたんですけど、このリムです。リムが結構ね、従来品よりも太くなってます。去年までは70ミリだったかな、リム幅70で、タイヤが4.8っていう組み合わせだったんですけども、どうも今期からですね、リム幅が90になるそうです。ファットバイクリムは100ミリが一番偉いんだというふうに長らく思ってましたけども、いっぺん細くなって、やっぱそれはちょっと間違いだったんかなと思いましたら、また90に戻ったということでした。だから、ファットタイヤの何たるかを冷静に考えると、実はやっぱりリム幅90とか100とかに4.8の組み合わせ、そのファットバイクらしさ、マウンテンバイクとしてのこう挙動がどうのこうのっていうのを置いといて、ファットバイクじゃなければいけないようなところに行くための装備として考えたときには、実はリム幅90で、タイヤ4.8っていうのは非常に合理的な、取り組みなんだなというふうに、再確認させていただいております。ただね、KHS の車両で僕は非常に素晴らしいなといつも思って、よくお話をしますけども、こういうね、キャリアをつけたりとかいう装備、ネジ穴がちゃんと確保されているということです。特にうちのお客さんの場合はね、日常生活的にファットバイクに乗るとか、雪の札幌で毎日乗りますというような人も何人もいらっしゃるので、そういう人にとっては、実は泥除け代わりにリアキャリアつけるとかいうのは非常に素晴らしい取り組みというふうになりますので、そういうようなことがしやすいような自転車に最初からなっているというのは本当に素晴らしいことだなと思います。で、ATB シリーズね、その素晴らしさは来年も継続されると思いますので、興味のある方はぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。ですね、これもね、うち的にはね、冬の大事な商材の一つ、ATB1000 ですね。で、2020年型と21年型、色はね、20年型が好評だったようで、そのまま、キャンディーレッドで継続ということでした。で、フレームとかその辺に関しては、500と同じですね。500と同じように変更が入っております。で、今ね、ちょっとメーカーさんとね、一緒にサンプル見ながらこういろいろ話をしてたんですけども、20年型と21年型では、このリアセンターっていうね、ここの長さは実は、ジオメトリー表でいくと同じになってるそうです。で、
なのに、ここのところがクリアランスは20年型よりも余計に取れてるということは、ここがこう曲がってるということですよね。こうまっすぐボーンと出てたものが、こういうふうに曲がってるということです。ということは、サドルの位置が、全体的に後ろ寄りにこうなることになります。と、何が起きるかというと、より後輪に荷重がしやすい。ね、後輪を中心に旋回する。で、自転車の旋回能力は少し上向く。もしくは、実はね、雪の中で走るときにすごく大事なんじゃないのって最近言われるようになりましたけども、後輪にこう自動的に荷重が乗りますので、滑ったりしにくい、いわゆるトラクションが上がるという状態が、想定されます。で、それを目指してね、フレームの変更をしたというふうに考えると、まあ、KTS なかなかやったじゃんという感じですし、元祖ファットバイクのね、メーカーのサーリーで、サーリーのね、ファットバイクで有名どころ、アイスクリームトラックっていうのがありますけど、あれと実は非常にフレームのなんかデザインが似てきてるので、なんていうんですかね、いいとこをね、ちゃんとついてるんだろうなというふうに思っております。で、やっぱ変更の大きなところが、シマのデオーレですね。デオーレの12段変速のリアになります。で、これがね、トップが11かな。トップ11のリアが51という、まあ、もう5倍近い、波数差がありますよというふうになってまして、リアのスプロケットが大きくなった分だけ、フロントのチェーンリングは 30T。なったそうです。で、今まではね、従来28が使われてましたけども、28の11だとちょっとね、踏み切っちゃうというようなご意見が強かったらしく、30の、11、51というふうに、ギアのね、仕組みが変更されているそうです。他のね、クランクそのものに関してはもうほぼ KTS のオリジナルで来てますので、変わりはないと思います。その ATV1000 のね、やっぱり特徴的なところは、このいわゆるドロッパーピラーというやつですね。僕自身はプライベートであんま使ったことがないので、ちょっとよくわからないんですけども、これ慣れてしまうとね、座ったままそのサドルの位置がこう自動で変えられますので、こんな素晴らしいものはないですよという話が出る装備の一つです。で、やっぱ慣れてしまうとこれがいいなと。まあ、しょうがないんでしょうね。あとは、冬のね、札幌。で、長時間乗ったりするとね、寒さでちょっと凍ったりとか、なんかないかなと。まあ、それがちょっと心配なんですけども、まあ、取り越し苦労に終わることを心から祈っておる次第です。で、1000と5000、1000と500ですね。今まではタイヤがちょっと違ってましたけども、B ラバーですね。今までマキシスのタイヤが使われてましたけども、今期から B ラバーですね。スノーアバランチという、タイヤが、使われることになりました。で、ここですね。ここに穴が開いてますので、スパイクピンを自分で打ち込んで、自分好みに仕上げるということも可能になってくるでしょう。で、前、スノーシューっていうね、タイヤが使われてましたけども、あれ結構アスファルトの上で走る分にはすごく重たいんですけど、雪の上で走るときにはすごく雪面にこう粘りつくような、感じでこう引っかかるイメージがありましたので、雪の中走るときはかなりちょっと ね、雪の斜面を登ったりとかいうときにはそれなりに力を発揮してくれるのではないかしらというふうに期待をしております。で、温暖化のね、影響で札幌もね、なんだかんだ言いながら雪が降る日が少ない。豪雪と言われた札幌もね、雪がドーンと積もる日が少なくなってきているのは事実です。で、そうなってくるとですね、ファットバイクいらないんじゃないか説が、いろんなところで囁かれてくると思います。ですが、実際ですね、冬の札幌で毎日自転車に乗りますと、まあ、私もそうなんですけど、そういう方とお話をしておりますと、路面状況のバリエーションの豊かさという点ではですね、天候が不順になればなるほど路面のバリエーションが豊かになりまして、昨日アイスバーンだったと思ったら、翌日はもうくるぶしぐらいまで雪が、足が埋まってしまうぐらいのバフバフだったり、グズグズだったり、ベチョベチョだったり、非常に路面の状況が、バリエーション豊かです。となってくると、そういう路面状況では実はファットバイクは最強なんではないかしらというご意見もあって、僕は実はそれ非常に納得できるなと思ってます。ね、あとはね、そういう路面状況悪くなった時は乗らなきゃいいじゃんという人はもうね、275プラスのマウンテンとか乗ってりゃいいんですけども、そうじゃないと。
あらゆる路面状況で俺は自転車に乗るぜという気合に満ち満ちた人であれば、やはり26の4.8のファットバイクは、もうこれ以上ない味方というかね、これ以上ない友となってくれると、改めまして、再確認しまして、KHS のね、ATV シリーズ、また来シーズンも、ご紹介してまいりたいと思います。